ちは、ゆきです。今回はこんな感じの光るリンゴを作っていきたいと思います。ではまずリンゴの形を作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の UV 球を選択します。左下の UV 球を追加からセグメントを16に下げてリングを10まで減らしておきます。タブキーを押して編集モードに移動したら、頂点選択の状態で一番上と一番下の頂点をシフトを押しながら選択します。プロポーショナル編集をオンにしてスムーズからシャープに切り替えましょう。 SZ でへこませていきます。こんな感じでへこんだら OK です。タブキーを押してオブジェクトモードに戻りましょう。モディファイヤープロパティからモディファイヤーを追加、サブディビジョンサーフェスを選択します。上の数値を2に上げたら、オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。ではこちらのリンゴ小さくしていきたいと思います。今かなり大きなリンゴになっているので、こちらのスケール XYZ をドラッグして選択したら 0.05 に切り替えます。そうするとだいたい10センチぐらいの大きさのリンゴに変わるかなと思います。スケールを1対1対1に戻したいので、コントロールプラス A、 スケールを適用してあげましょう。では今度ヘタと葉っぱを作っていきたいと思います。まずはヘタの方から作っていきましょう。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択します。タブキーを押して編集モードに移動したら S で小さくしていきましょう。今内側にあるので GZ でそのまま上に移動していきましょう。これくらいのサイズにできたら OK です。位置はだいたいこんな感じの上の方に配置しておきましょう。ここまでできたら、今度面選択に切り替えて一番下の面を選択します。 I を押して面を差し込んでいきましょう。こんな感じで内側に面を作ることができたら、今度は E で下に伸ばしていきます。リンゴに突き刺さるぐらいにしてあげましょう。ではここまでできたら、今度はモディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを選択して、両方の数値を3まで上げておきましょう。そうしたら編集モードからオブジェクトモードに戻って右クリックスムーズシェードを適用してあげます。サブディビジョンサーフェスを追加するとこんな感じで丸くなってしまうので、もう少しだけ輪郭をくっきりさせていきましょう。辺選択でこちらの4つと、あとオルトを押しながらこちら1周、もう1つこちらもオルトを押しながら1周選択してあげます。コントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。マウスホイールを1回だけ回してセグメントを増やしてあげます。もうちょっとだけ丸みが欲しいので、少しだけ GZ で移動したり S で縮小したりして、ちょっとだけ輪郭丸くしてあげます。こちらも移動してあげると少しずつ輪郭が丸くなってくると思うので、お好みで調整してあげてください。あとこちらの下の方も調整してあげましょう。透過表示に切り替えて面選択に切り替えます。一番下の面はいらないので、選択したら右クリック面を削除で削除してあげましょう。こんな感じでヘタができたので、今度少しだけカーブさせていきたいと思います。点キーの1を押して正面からの視点に切り替えておきます。タブキーを押してまた編集モードに移動しましょう。透過表示をオンにして頂点選択に切り替えます。まずはこちらにコントロールプラス R で1本辺を挿入してあげます。そうしたら今度は上の頂点をすべて選択した状態で R で回転したり G で移動して、こんな感じで角度をつけてあげましょう。こちらも R で少し回転していきます。今度は点キーの3を押して横からの視点に切り替えましょう。また上だけ選択して R で回転、 G で移動して、こちらも R で回転したり G で移動して角度をつけてあげましょう。こんな感じでヘタが曲がれば OK です。では葉っぱも作っていきましょう。シフトプラス A からメッシュの中の UV 球を選択します。まずはタブキーを押して編集モードの状態で S で小さくしていきましょう。 G で移動して、もう少しだけ S で小さくしていきます。ではまずは縦長に引き伸ばしていきましょう。 SZ で伸ばしていきます。ちょっとだけ S で縮小していきます。続いて点キーの3を押して横からの視点に切り替えたら SY でこんな感じで薄っぺらくしていきましょう。続いてプロポーショナル編集をオンにして一番上の頂点を選択、 GY で移動していきます。マウスホイールを回してこんな感じでサイズを調整しながら反り具合を変えてあげます。こんな感じにできたら、今度プロポーショナル編集はオフにしておいて、オルトとシフトを押しながらこちらとこちらの辺を選択します。
SX で幅を狭めていきましょう。続いてオルトを押しながらこんな感じで辺を1本選択できたら、一番上と一番下の頂点の選択はコントロールを押しながら解除してあげましょう。GUI で後ろ側に移動していきます。あとはサブディビジョンサーフェスを追加して上の数値を2まで上げて滑らかにしてあげましょう。オブジェクトモードの状態で右クリック、スムーズシェードも適用してあげます。では位置を調整してあげましょう。今原点が 3D カーソルにあるので右クリック原点を設定で原点をジオメトリへ移動してあげます。では今度はこんな感じで半分にカットしたリンゴも作っていきましょう。とりあえずこちらすべて選択したらシフトプラス D で複製して左側に移動しておきます。ではこちら半分にしていきましょう。タブキーを押して編集モードに移動します。点キーの7を押して上からの視点に切り替えたら等価表示に切り替えます。頂点選択でこんな感じで手前側の頂点すべて選択したら右クリック頂点を削除ですべて削除してしまいましょう。ではまた編集モードからオブジェクトモードに戻っておきます。厚みを出していきたいのでモディファイヤーを追加からソリッド化を選択します。ソリッド化をこちらの上に持っていきたいのでこちらの下矢印から最初に移動をクリックして上に移動しておきます。あとはこちらの幅で厚みを調整してあげましょう。今回は 0.006m にしてみました。では内側も作っていきたいと思います。シフトプラス D でこちらを複製したらタブキーを押して編集モードに移動します。オルトを押しながらこんな感じで辺を一周選択できたら ES で縮小してもう一度 ES で縮小 M 中心2で頂点をマージしてあげます。続いてソリッド化はいらないので×で削除しておきましょう。続いて A で全選択した状態でシフトを押しながら真ん中の頂点2回クリックしてこちらの頂点をアクティブにしてあげます。こちらのトランスフォームピボットポイントというところからアクティブ要素に切り替えておきましょう。S で縮小していきます。こんな感じで内側に入り込んでくれれば OK です。あとはヘタと葉っぱの位置をもう少しだけ GUI で後ろ側に移動しておきましょう。では種も作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択、タブキーを押して編集モードに移動したら S で縮小していきます。だいたいこれくらいに縮小できたら SZ で伸ばしていきましょう。タブキーを押してオブジェクトモードに戻ります。モディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを追加、両方の数値を3まで上げたらオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。あとは点キーの1を押して正面からの視点に切り替えたら G で移動したり R で回転、もう一つこちら側にも作りたいのでシフトプラス D で複製 R で回転、タブキーを押して編集モードの状態で S で縮小したり SZZ で Z を2回押すことでこんな感じで長さも変えることができます。お好みで調整してあげてください。では配置していきましょう。まずはすべて選択したら GZ で上に上げていきます。こちらのリンゴの下の部分がこの XY 平面上に乗るぐらいにしてあげてください。こちらはもうちょっと小さくしていきます。 S で縮小していきましょう。トランスフォームピボットポイントは中点に切り替えておいてください。こちらも下の面が XY 平面に当たるぐらいにしておいてください。あとは適当に回転していきます。ここまでできたらシフトプラス A からメッシュの中の平面を追加して背景を作ってあげます。ではライトも設定していきましょう。シフトプラス A からライトの中の3を選択します。こちらのアイテムの Y の値をマイナス30度ぐらいに設定しておきます。続いてオブジェクトデータプロパティから強さを10まで上げて角度を15まで上げておきます。ではシェーディングタブに移動してマテリアルを設定していきましょう。レンダープレビューに切り替えます。レンダープロパティを開いてレンダーエンジンをサイクルスにしておいてください。ではまずは赤いリンゴのマテリアルを設定していきましょう。新規をクリックします。色をつけるためにまずはシフトプラス A から入力の中のテクスチャ座標とテクスチャの中のノイズテクスチャ、コンバーターの中のカラーランプを選択します。オブジェクトとベクトル、係数と係数、カラーとベースカラーをつないでおきましょう。続いてノイズの形を変えていきます。細かさを15まで上げたらスケールを大きくしていきましょう。まだらな感じにしていきたいので今回は50ぐらいでいいかなと思います。カラーランプのカラーを変えてリンゴの色を決めてあげます。こんな感じで色をつけることができたら今度質感も変えていきましょう。
まずはもうちょっとマットな感じにしていきたいので、粗さを 0.8 まで上げます。表面をもう少しザラザラさせていきたいので、シフトプラス A からベクトルの中のバンプを選択。ノイズテクスチャをシフトコントロール D で複製してあげます。係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないであげましょう。スケールを5まで戻したら、粗さを 0.9 まで上げておきます。こんな感じでノイズが細かくなると思うので、バンプの強さの値を小さくしていきましょう。今回は 0.1 に設定しておきます。では同じマテリアルをこちらのリンゴの外側につけてあげましょう。マテリアルのアイコンクリックしたら、こちら今作ったマテリアルを設定してあげます。では続いて今度果肉の方のマテリアルも作っていきましょう。こちらのマテリアルのアイコンをクリックしたら、こちらのマテリアルを選択します。新規マテリアルをクリックしてマテリアルを複製してあげましょう。あとはこちらのカラーランプでカラーを変えてあげます。では今度はこんな感じでこの種とヘタ、葉っぱを光らせていきたいと思います。まずはシフトを押しながら全て選択してあげましょう。新規をクリックして、こちらのビューポート内にマウスカーソルを持ってきたら、コントロールプラス L、マテリアルをリンクをクリックします。これで全て同じマテリアルが設定されたと思います。このままだと明るくてちょっと光が見にくいと思うので、こちらのアウトライナーから3を非表示にしてあげます。レンダリングの時にもこのライトは使わないので、こちらのカメラマークもクリックして、レンダリングで使わない設定にしてあげましょう。放射のカラーを変えるだけでもこんな感じで光るんですけど、ちょっとオブジェクトの質感が分かりにくい感じになってしまいます。今回はこんな感じで内側から発光しているような感じにしていきたいので、シフトプラス A からシェーダーの中の放射を選択します。放射とボリュームをつないであげましょう。続いてプリンシプル BSDF の電波の値を1まで上げます。では放射の強さを上げていきましょう。そうすると先ほどと違って内側から発光しているような感じに変わってくるかなと思います。放射のカラーを変えてあげることで光の色も変えることができます。お好みの色にしてあげてください。あとはこの光ってる部分がかなり一定な感じなので、少しザラザラとした表面に変えてあげたいと思います。こちらのリンゴどちらか選択したら、こちらのテクスチャ座標、ノイズテクスチャ、バンプをシフトを押しながら選択、コントロールプラス C でコピーしてあげます。こちらの発光する方のオブジェクトを選択したら、コントロールプラス V で貼り付けてあげましょう。ノーマルとノーマルをつないであげます。ノイズをもう少しだけ大きくしていきたいので、まずは粗さを 0.5 まで下げておきます。続いてもうちょっとザラザラ感が欲しいので、バンプの強さの値を上げていきましょう。あとはノイズテクスチャのスケールを調整して、お好みの表面の質感に変えてあげてください。こんな感じでリンゴのマテリアルの設定が終了しました。では背景のマテリアルも設定していきましょう。今回はこちら布っぽい感じのマテリアルに設定していきたいと思います。新規をクリックします。まずはベースカラーで色を変えていきます。続いてシフトプラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャとベクトルの中のバンプ、テクスチャの中のマジックテクスチャを選択します。バンプをシフトプラス D で複製しておきましょう。係数と高さ、ノーマルとノーマル、こちらも係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないでおきます。ちょっとライトがないと見にくいかなと思うので、サンライトもう一度表示してあげます。まずはマジックテクスチャの方を変えていきましょう。深度を4まで上げたらスケールを大きくしていきます。そうすると綿織物のような感じの質感に変わるかなと思います。あとはこちらのノイズテクスチャのスケールを使って布のなみなみ感を変えていきます。バンプの強さを調整することで、こんな感じで布が波打っている具合を変えてあげることができます。こちらもお好みで調整してあげてください。ではサンライトもう一度隠していきます。カメラを設定していきましょう。撮りたい角度を決めることができたら、シフトプラス A、 カメラを選択します。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたら、ビューの中のカメラをビューににチェックを入れて、マウスホイールを回しながらカメラの位置を調整してあげます。1対1の画像にしていきたいので、出力プロパティから解像度両方とも1920に変更しておきます。今ちょっとパースがかかったような感じの絵になっているので、カメラを選択したら、こちらのオブジェクトデータプロパティから焦点距離を 100mm ぐらいに変更して、望遠レンズで撮っているような感じに変えていきます。
今回横から撮ると背景が足りなくなってしまうと思うので、そういう場合はこちらの背景選択した状態でタブキーで編集モードに移動します。後ろの頂点2つ選択したら EZ で上に伸ばしていきましょう。続いてこちらとこちらの頂点を Shift を押しながら選択したら Ctrl プラス B でベベルをかけていきます。マウスホイールを回してセグメントを増やしてあげましょう。タブキーを押してオブジェクトモードに戻ったら右クリックスムーズシェードで滑らかにしてあげます。布のノイズテクスチャのスケールがちょっと大きくてあんまりなみなみ感がなくなってしまったのでちょっとだけ調整してあげます。ではここまでできたらレンダリングしていきましょう。レンダープロパティを開きます。レンダーエンジンはサイクルスで最大サンプル数は128に設定します。でノイズにチェックを入れておいてください。では F12 を押すか、レンダーの中の画像をレンダリングからレンダリングしてあげましょう。レンダリングが終わったら画像の中の保存や名前をつけて保存から保存してあげてください。以上で今回のチュートリアルを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。